三党合意。三党合意とは、2012年の民主党政権、野田内閣下において、民主党、自由民主党、公明党の三党間において取り決められた、社会保障と税の一体改革に関する合意。2012年、平成24年6月21日に三党の幹事長会談が行われ、三党合意を確約する、三党確認書が作成された。 かつての自民党政権においては、2007年の福田・安尾内閣により社会保障国民会議が開催され、社会保障制度改革の提言が行われていた。ところが民主党マニフェストでは、現在の政策、支出をすべて見直すと公約され、政権交代が行われることで方針の変更が予想されていた。しかし本合意により、野党自民党と公明党とで、 社会保障制度改革の方針が、すり合わせが行われ、社会保障制度改革推進法の成立によって、提言は社会保障制度改革国民会議に委ねられた。その後、自民党への政権交代、第二次安倍内閣においては、新たに社会保障制度改革推進会議が設置され、継承されている。 三党合意は社会保障と税の一体改革に関する三党間の合意である。同合意は2012年平成24年3月30日に野田内閣が提出した消費税増税法案等の法案について三党が修正協議を行い、その結果をもって法案成立させるために行われた。同年6月初めから社会保障分野と 税制分野に分けて3党の実務者が断続的に協議を行い、同年6月15日には3党の実務者間で、社会保障、税一致改革に関する確認書、社会保障、税一体改革に関する3党実務者間、会合合意文書が交わされた。同年6月21日には、民主党の腰石あ幹事長、自由民主党、自民党の石原信明幹事長、 公明党の井上義久幹事長が合意文書を誠実に実行することなどについて合意し、三党確認書に署名した。この合意に基づいて、同法案を含む八法案は、同年6月26日に衆議院で三党の賛成により、可決、同年8月10日に参議院で可決成立した。三党合意によって、今国会、 第180回国会での成立を図ることとされた法案は以下の8法案である。このうち1と2は消費増税関連法案、3と4は子育て支援関連法案、5と6は年金改革法案でいずれも政府提出法案である。また7と8は3等の議員提出法案である。上記の1及び2の法案では 従来五パーセントの消費税率、国及び地方を含むを、二千十四年、平成二十六年四月一日から八パーセント、二千十五年、平成二十七年十月一日から十パーセントと、することが定められている。ただし、一の法案の不足第十八条には、消費税率の引上げにあたっての措置が定められ、一向には、平成二十三年度から平成三十二年度までの、 平均において、名目の経済成長率で3%程度かつ、実質の経済成長率で2%程度という、具体的な経済成長率の目標値を定めると、共に、道場参考で、経済状況等を、総合的に勘案した上で、その思考の停止を含め所要の措置を講ずる、と定められた、いわゆる景気弾力条項。道場の解釈については、幅があるため、 三党合意により、第一項の数値は、政策努力の目標を示すものであること。消費税率、国、地方の引き上げの実施は、その時の政権が判断すること。消費税率の引き上げにあたっては、社会保障と税の一体改革を行うため、社会保障制度改革国民会議の議を経た、社会保障制度改革を、総合的かつ集中的に推進すること、 経済の成長応答に向けた施策の検討を求める規定を定めることなどが確認された。三党合意を示した三党確認書の本文内容は以下の通り、2012年平成24年6月15日に三党の実務者間によって合意した社会保障税一体改革に関する三党実務者間会合合意文書は社会保障 税一体改革に関する確認書、社会保障部分及び別紙、確認書、税関係協議結果の各文書からなり、まとめて合意文書とも呼ばれる。社会保障、税一体改革に関する確認書、社会保障部分の冒頭内容は3等の実務者間会合で合意したことを記載している。また別紙には、 社会保障制度改革推進法案を速やかに取りまとめ提出し、社会保障税一体改革関連法案とともに今国会での成立を図ること、及び政府提出の社会保障改革関連後法案については、以下の通り修正等を行い、今国会での成立を図ることを記載している。関連後法案とは、子育て関連の三法案及び年金関連の二。 法案のことである。また、社会保障制度改革推進法案骨子が別添されている。確認書、3当日無者確認書の内容は、以下の通り、税関係協議結果には、政府提出の税制抜本改革日法案の修正、合意内容が記載され、今国会中の成立を図ることとすると定めている。主な事項は、所得税について、 最高税率の引上げなど類進性の強化に関する項目の削除、資産課税の見直しにかかる規定の削除、低所得者に配慮した施策等の検討、いわゆる景気弾力条項の解釈指針などである。景気弾力条項とは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を、 改正する等の法律案の不足18条のことである。なお、以下の内容は、三等合意による修正を経た後の法文である。合意文書の税関係協議結果に示された道場の解釈は、以下の通りである、文中の、は、法改正にかかるものを意味する。三等合意に基づき、野田内閣は、社会保障制度改革推進法。 2012年8月22日施行を根拠として社会保障制度改革国民会議を設置した。この会議は施行から1年を超えない範囲の2013年8月21日までに会議としての結論を得て、その後会議の設置は解かれる13条。2012年11月27日委員15人を発表した。会長は政家敦氏。 初回の会合は2012年11月30日に開かれた。2013年8月6日、安倍晋三内閣総理大臣に最終報告書を提出。委員は次の通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。